一次情報を読み解く最後のポイントは、データをですねグラフ化してみると視覚的にいろいろ気づくことがあるよという話をしたんですけれども、それとは加えてですねさらに分かりやすくするためには他のデータと比較してみるという方法もあります。ただこの時に気をつけなきゃいけないのは何かと何かを比較する場合っていうのは必ずこの2つが比較していいものをちゃんと比べてるかっていうのがポイントです。つまり同じもの、例えばリンゴだったら青森さんと秋田さんのリンゴみたいな形でそれを比較するのはありだと思いますけど、例えば青森さんのリンゴとなんか秋田さんの牛肉とかを比較してもそれ全く意味のない比較になってしまうので、比較する場合は必ず比較していいものをちゃんと選んで比較しましょうというのが、ポイントかなと思ってます。こちらのグラフは消費者物価指数 CPI、 一般家庭が購入する商品やサービスの価格から算出される物価の変動を示す指標だ。 CPI は大きく4つの指標がある。すべての品目を含む総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品およびエネルギーを除く総合、そして欧米版コア CPI だ。しかし欧米と比較する際、この4つでは正しく比較はできないと森永は言う。そこで新たに提唱しているのが持ち家の帰属家賃を除く総合だ。世界と比較するときに日本と世界って結構違うことがいっぱいあるわけですね。で、例えばその一つに何があるかっていうと家の概念が違うんですよ。僕の親父ぐらいの世代、60歳前後の男性は特にですけど、なんかこうマイホームがあって一人前の男性みたい なんか家一戸建て建ててようやく一丁前だよねみたいな、ちょっと謎の価値観が日本はとにかく強かったんですね。なので日本は持ち家比率がすごい高いんですよ。持ち家があるということはローンは返すけど家賃払ってないですよね。一応統計上持ち家を持ってる人っていうのは家賃払ってないことになるんですよ。それローンの返済になっちゃってるんで。で、一方で海外は結構その中古でよくないとか賃貸でよくないみたいな、あんまりその持ち家があることに対して日本ほど深刻化してないんですね。で、そうすると賃貸の場合は家賃払ってますよね。で、それ何が起きるかっていうと日本の場合は持ち家だから家賃払ってません、外国の人は家賃めっちゃ払ってますと。で、この物価の問題を考えたときにローンの方は消費者物価数に入んないですよ。住居費は賃貸の方入るんですよ。だ、そうすると日本と海外で消費者物価指数を比較したときになんかおかしくないって話になるわけですね。なのでこの持ち家の帰属家賃というのは何かっていうと、持ち家なんだけど仮にそれを賃貸として持ってた場合にいくら賃貸料払うんですかっていう統計上の計算をしたのがこの持ち家の帰属家賃っていう考え方です。で、なんで僕はそれを除いてるかっていうと、いや払ってないんでしょそれっていう話なんです。つまりそれ統計学者が横比較するために必要な概念であって、実際は払ってないんだからいらねえだろそれってことで除こうやと。この5つの指標のうち日本の金融政策は持ち家の帰属家賃を除く総合と欧米版コアを見て決めるべきだと森永は提唱する。ちょっと簡単に見てみましょう。欧米版コア、この紫を見てください。この11月の時点ではまだ 1.5% でした。ちなみに日銀がインフレターゲット、つまりこれぐらいの物価までは金融緩和続けるよって言ってたのは 2% です。この去年の11月の時点ではまだこれ 1.5 ですから、当然ながら黒田さんが金融緩和を解除するわけがないっていうのはこれを見てればわかるわけです。で、一方で僕が帰属家賃を除いて総合で見ると、もう実はこの11月の時点で 4.5% でした。で、この帰属家賃を除く総合っていうのは僕らの生活者 の実体験に一番近い物価だと僕は思ってますんで、これで見るともう 4.5% も上がってる。
つまり給料が 4.5% 以上上がってない限りにおいては国民は生活が苦しくなってるわけですよね。だからこの時何をするべきかっていうと、めちゃくちゃ当たり前なこと言いますけど、国民が苦しんでるんだからやることは2つあって、給付金、現金を給付するか減税をするかの2択なわけです。ありえないのは増税をするとか社会保険料を上げるとかっていうのは論外なわけ。首締まってるところをさらにもう一人追加で締めるようなもんですから、それ死ぬだろうって話なんですね。そして今後も物価指数は上がり続けると予測するアナリストは多い。しかし森永は異を唱える。その根拠を消費者物価指数と企業物価指数のグラフを比較して見ていく。 2.3% も差が開いているってことは、これ何を意味しているかっていうと、企業はコストが上がってんだけど全部を価格転嫁できていないということがこの差から言えます。じゃあなんでそれが起きてしまったのかっていうと、この30年間日本はデフレだったので、デフレマインドが身についちゃったということです。デフレマインドは何か、将来値段が下がるってみんなが思い込むことです。なので将来値段が下がるって分かってんだったら今買う必要ないですよね。だってマッチャー安く買えんだから。このデフレマインドが本気でやばいのはこの発想に国民が陥るということです。今買わなかったら来年安く買えると思うとみんな買わなくなるんです。そんな状態でコストが上がったから価格転嫁します、何が起きますか、客がいなくなるわけですね。一番いい例がやっぱ鳥貴族さんなんですよ。鳥貴族って安売りで売り出してる居酒屋さんですけど、鳥貴族が確か2016年とか2017年ぐらいに値上げしたんですよね。でその値上げ幅も全然大差がなくて10円とか20円とかそんなもんですよ。その結果何が起きたか、上場して初めての赤字決算になりました。つまり日本人はもうデフレマインドがすごすぎて10円とか値上げした瞬間にもうあいつのとこ行かねえっていうわけわかんない動きをするっていうことがもう実際に上場企業ベースで見えてしまったと。ということでその結果がここなんです。消費者物価指数が 3.5 なのに対して企業物価指数が 5.8、 そこには 2.3% のギャップがあるよねと。つまりこれが価格転嫁できるバッファーになっているから、これが埋まるまでは値上げが起こるっていうのがインフレ続く派の主張です。しかしこの主張に対し森永は、僕からするとそんな仮説を立ててるやつはアホやと思うわけです。それはなぜかというと、それは確かに企業物価指数が 5.8、 消費者物価指数が 3.5、 間にギャップがありますね。それはそうですわな。ってことはこのギャップが価格転嫁のバッファーになってるからまだ上がる余地あるよね。確かにロジカル。ただお前大前提違うけど大丈夫っていう話なんです。それ何かっていうと、この消費者物価指数には財物ですね、財とサービスの価格が全部入ってます。これは企業物価指数は財しか入ってません。サービスは別に指標があります。じゃあ消費者物価指数を財とサービスで分けてみます。財 5.1 です、消費者物価指数。ってことはちゃんと横比較できる財同士の比較をすると5.1 と 5.8 だからほぼ価格転嫁終わってんだろって話になるわけです。ってことは結局俺の理屈になるんじゃないの、だってもう顎ないじゃんバッファーって話になるとグヌヌってなるわけですね。つまりデータさえちゃんと見方が分かっていて、そのデータが何を指し示しているのかという正確な定義の理解ができていれば、大体ほとんど論客はグヌヌにできると。なので皆さんもこの比較対象を正しくするべきだっていうのは絶対に心がけてください。一次情報を読み解き、マクロ経済を理解する4つのポイント、しっかり押さえておいていただきたい。続いては、ここから本題になります。今言ったですね、4つのポイントを使って日本経済を分析していくと、実はこう日本って経済世界第3位というふうには言われていますけれども、それでも経済成長率がこの30年間でも世界でも下から数えた方が早いぐらいの成長しかしていないこと、
そしてなんでそんなことが起きてしまったのかっていうと、実は経済政策自体が誤っていたというような信じられないようなことが起きていたことが分かってくるかと思います。これからはちょっとデータを実際に見ながら、その日本のやばい状態というものを皆さんに共有したいなと思います。日本の現状を知る上でまず知っておいていただきたいのが、インフレには2種類あるということ。インフレっていうのは簡単に言うと物の値段が上がることがインフレということになります。なのでちょっとこの真ん中を見てください。真ん中100円で売ってる商品があります。ただ大体その NPO じゃなくて民間の企業っていうのは利益出さないといけないので、大体100円で売ってるものっていうのは、もちろん利益率は業界によってバラバラですけど、分かりやすく言うと80円ぐらいで仕入れたものを、20円の利益を乗せて100円で売ってるんで、100円のものを売ると20円の粗利が発生するよねという話。今起きているインフレっていうのは何かっていうと、明らかにこっち側のコストプッシュ型のインフレを指してます。コストプッシュ型のインフレっていうのは、要は原材料価格が上がったから価格転嫁をした結果って話。つまり100円のものが110円になったら、確かにそれはインフレなんですよ。インフレなんだけど、これって別に単純にコストが90円になっただけで、粗利は20円のまんまですよね。だから岸田さんがね、今民間企業の経営者に対して賃上げをしろって言ってるけど、いやアホかっちゅう話なんです、僕からすると。いやだってそれインフレ起きてるけど、それコストが上がってるだけで利益増えてないんだから、賃上げする原資ないじゃんって話なんですね。で、一方でもう一個のインフレ、ディマンドプルインフレというものがあります。これは何かっていうと、この100円の商品がめちゃくちゃ人気が出たと。でも欲しい人がいっぱいいるんだけど、残念ながらもうこれ以上工場が作れないんで供給増やせませんと。供給増やせないんで、ちょっと欲しい人減らすためにわざと値上げしますということで110円にしましたと。この場合はコスト80据え置きで粗利を10円伸ばしてるから、こっちのインフレになれば岸田さんが言うお前ら賃上げしろは OK なわけ。こっちのインフレを日銀は目指しているわけですよね。こっちのインフレにしたいから金融緩和をずっとやってたわけ。もう基本ですけど、国ができることは2つです。金融政策と財政政策、この2つでこのディマンドプルインフレを目指してたわけです。で、黒田さんは何をやったか。金融政策の方ではゼロ金利、そしてマイナス金利という、アクセル限界まで踏んでさらに踏み込んだわけです、黒田さん。ということは残りの財政政策、こっちで一緒にアクセル踏んだらバーンとこう発射して経済がこうなってたわけ。じゃあ政府は何やったんだっけ。政府がやったこと、2014年に消費増税、2019年に消費増税、2012年に復興支援特別税。何やってんのお前らって話ですね。アクセル踏んで片方でブレーキ踏んでんだから止まるに決まってんだろっていう、いやとか止まるならいいけどぶっ壊れるだろその手やったらってことをやった結果、内戦が起きてる国と同じぐらいの成長しかできないと。ちなみに今僕が言った理屈って、小学校で話しましたけど小学生でも理解してました。なので皆さん本当に多分信じられないと思いますけど、小学生レベルの理屈がわからない、簿記3級が受からないみたいな連中がマジで経済政策を決めてるから経済が伸びないんですっていう話をまだ多分信じてないと思うんで、2日目はね実例を出します。で、多分もしかしたらこの中の何人かは絶望して国外逃亡したかもしれないですけど、まだそれぐらい衝撃なデータをお見せしたいと思います。